どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左引きのエレンの原作者やってます。今日はちょっと今なんですけど、左引きのエレンにも登場する実在するアーティストのバンクシーっていうグラフィティアーティストがいるんですが、そのバンクシーの平面作品を立体で再現したフィギュアのようなグッズがあるんですね。で、それがかなり箱が大きくて、掃除のたびに奥さんに捨てられそうになってしまうので、バンクシーのフィギュアを開封したいと思います。よろしくお願いします。ここからは奥さんに撮ってもらいます。よろしく。はーい。メディコムトイのバンクシーのブラックグロスバージョンっていうやつです。なんかいくつかバージョンがあって、これは多分最近の新しい方だと思います。はい、でっかい箱が、箱かっこいいからちょっと箱も本当は捨てたくないんですけど、さすがにでっけえなと思って、ちょっと開けていきます。メディコムといってあれだよ、ベアブリクトが作ってるとこ。全然関係ないですけど、僕が勤めてた会社の目の前にメディコムトイの専門店があって、よくサボってそこに行ってました。開けます。はい、開けようか。ずっとだけつけてみましょう。あら、おでかいね。でかい。これ、もちろんお店っていうか展覧会で売ってたんだけど、うん、だからそこで見たんですよ。うん。実物。でも、かっこいい。これって何だろう。何それ。何だろうこれ。それやばいじゃん。剥がれてる。うん。開けた瞬間に剥がれてたんだけど。それダメじゃない？普通に、なんかやってんな、これ。これ、メディコムとやってんな、これ。なんでだろう。なんで？やってんな。やってんな。ちょっとこれ、じゃあ、メディコムトイの人見てたら送ってください。で、腕はこんな感じ。これで、有名な、あれですね。お、いい。いいけど、なんでこんな鳩の糞みたいのついちゃってんだろう。弱点なのかな、じゃあ。肩が弱点っていう、うん、メディコムトイのバンクシーは肩が弱点っていう、有益な情報をお伝えします。はい。これどうしたらいいんだろう。これ電話したら交換してくれるのかな。分からん。うん、でも電話した方がいいと思う。ねえ。いくら？これでもちょっと忘れたけど、おもちゃとしては高いです。2つ目です。ちょっと大きさはさっきのとだいぶちっちゃくなるけど、人気の作品を、フィギュア化したものです。はい、開けてきます。これマジで初めて開けるんだね。うん、このマジで俺だから1回も見てないのよ、本物を。なんで開けなかったの。もったいないと。余談ですけど、ネットオークションとかで結構高く売れるですよ。うん、まあそういう価値的な意味だと開けたらまあほとんどなくなるんで、うん、一応開けずに、そのなんだろう、アートを保存するみたいな気持ちで持ってたんだけど、今価値がなくなりました。よいしょ。これはかわいい。どうです、春の惑星。はい、そうです。春の惑星のような猿。これ欲しい。うん、これはでもバンクシーとかそういうグラフィティアート好きな人からすると多分欲しいんじゃないかなと思います。こいつは剥がれてないよね、マジで。ちょっと左は欲しい。左
左こっち、うん、これいいよね、うん、いやでもすごいいい感じなので、うん、これはじゃあ玄関に飾ってもいいですか。いいですよ。いいんだ、やった。じゃあ玄関に飾ろう。うちの玄関にはバンクシー2体が置かれることになりました。あー危ない、危ない。あ、撮影ありがとうございました。イエーイ。今のこのチャンネルでは、漫画の話とかその、まあ、左利きのエレンにまつわることを、動画にしてるんですが、本当にマジで全然関係のない、プライベートの楽しい雰囲気の、ファミリーチャンネルを、奥さんと娘ちゃんと、ファミリーチャンネルを始めました。なのでもしよかったら楽しそうだなって少しでも思ってくれたら、ちょっとそちらもぜひ見てください。お願いします。なんか推しを、推し本当になんか Vlog って感じなんで、もう本当めちゃめちゃゆるい動画になるので、暇で仕方ないっていう時に見てください。そんな感じで、はい、今後もこのチャンネルでは左利きのエレンの作品を中心にいろんなお話をしていきますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた。